全国高校サッカー選手権注目選手紹介 MF&FW 編第102回全国高校サッカー選手権の注目選手を育成年代のサッカーを長年取材してきているフリーライターの土屋正文氏、森田正義氏の二人に挙げてもらった。こちらではその中から MF&FW11 人を紹介する。写真を見る。 高校サッカー選手権の注目選手たち高校サッカー選手権注目選手ゴールキーパー &DF 編、柴田玲柴田玲 m f 3年、青森山田、青森県、170センチメートル、67キログラム、セットプレーで正確なボールが蹴れる選手で、プレミアリーグ、高窓の宮杯上18プレミアリーグ、レジューアシスト。チームメイトの山本虎選手が本若としたリーダーシップを発揮できる選手なら、 思ったことは全部口に出てしまうと話すぐらい気が強い。周囲に要求するだけでなく自分に対してもすごく厳しい。強気でいないとチームを引っ張れないと自覚できる選手は高校生で珍しいです。土屋氏、技巧派のボランチですが守備もサボらない。攻撃だけでなく守備でもプレスバックしたりすべてにおいて手を抜かずに頑張りたい。隙のない選手になりたい。 と口にしていたのが印象的でした、森田氏。神田拓と神田博と、MF3 年、少子、福島県、174センチメートル、65キログラム、ボールを取り切る動き、ピンチを察知してセカンドボールを拾うプレーは、今大会ナンバーワンです。今年は世代別代表にもずっと選ばれていて、もう少し攻撃の部分を伸ばさないと代表に呼ばれ続ける選手になれない。 もっと上のステージに行くのは難しいと自己分析して、取り組んでいます。土屋氏。彼のように守備歴が利く選手はなかなかいません。特殊能力を持っていると思ったのが第一印象でした。中学生までは砂漠タイプだったみたいですが、お父さんから、サッカーは守備が一番大切、と教わってきた結果、高校になってから守備職人として開花しました。 将来的には鹿島アントラーズの佐野海修選手みたいになってほしいです。森田氏。